ちゃ、めちゃ。まあバッティングから今度はなんか震えるぐらい緊張する、はい、はい、守備、守備、はい、守備で一番大切にしてることって何なの。まあでもやっぱスローイングですね。キャッチボール、キャッチボール、キャッチボールな。キャッチボールは本当そうっすね。宮本さんに自主トレを連れて行ってもらって、そっからキャッチボールって本当大事なんだって、プロ初めて思いました。いや最初にどういうキャッチボールだったの。いやまあ肩慣らしと、まあ、胸に意識して投げようとかそれぐらいまでは考えてやってましたけど、その宮本さんとキャッチボールやらせてもらってちょっと衝撃走るぐらい、キャッチボールすごみたいな。例えば何か言われたの。例えば僕手首が今でもまあ寝るんですけど、寝やすいんですけど、うんうん、手首もっと立てなさいって言われて、うん、でなんかそのこのキャッチボールの相手に向かってこう両サイドにこう壁があると思う、うん、ラインを引けと、はい、うん、その中でこうキャッチボールを常にしろ、うん、そうすることでこう横のブレがなくなるぞっていう、うん、縦のブレは出てくるけどいろんな角度の送球エラーが絶対に減るから、キャッチボールでそれだけ意識してちゃんとやる。あとは相手の胸を通り抜けていくようなイメージの球をずっと投げときなさいって教えられて、宮本さんとキャッチボールした時にそれがすごくて本当にシャーって球が来てたん でそっからでもあれですね、めちゃくちゃキャッチボール意識してやるようになりました。あのステップは、ステップはもちろんその右足がやっぱ一番大事だと思うんですけど、うんうん、取る時も右足めっちゃ大事で。でもキャッチボールの時からやっぱそれも意識しろって言われた。なんかそこはあんま言われなかったですね。できてたんだな。じゃあそのキャッチもこのライン出しはもうめちゃくちゃあれだけで守備めちゃくちゃ変わりました。あとはやっぱその右足の踏み込み、ゴロに対してのタイミングを右足で取りながらね、体重、あれでめちゃくちゃ守備変わりました、ね、やっぱ自信にもなった。自信になったっていうか、まあキャッチボールとかは本当1年半2年ぐらい経ってからめちゃくちゃ変わったわって自分で分かり出すの。試合の中でもなんか今まで取ってこう投げる瞬間ちょっと嫌だなと思う時とかがあったんですけど、一切なくなって、あ、このイメージみたいな。それ何歳ぐらいの時。27とか8ぐらいじゃないですか。もうバリバリの時だよね。そうですね。でそのやっと、ああなんか守備ってこうした方がいいんだって、なんとなくこう、まあ別にうまくはなかったですけど、自分の中ではガンって一気に守備のレベルは上がった瞬間もありました。その守備、キャッチボールを意識して 1,2 年経ってから。そうか。で毎日でもさ、プロに入った時にさ、守備で驚かなかったんでしょ。まあそうですね、そのレベルの感じは驚かなかったです、ね、でもだから、結構守備ではやれると思ってたの。やれるっていうか自信はあったわけでしょ。なんか自信はなかったですけど、まあでも結果19歳が多分ショート守らされてるんで、うん、まあ多分そんな下手くそじゃなかったそうでしょ、多分、うん、でもその培ってきたものが27歳までは結構あるわけじゃない。はいはい。でもそれでも衝撃を受けました、ね、受けるぐらい。あ、もう全然今までもったいなって思うぐらい。でもそれは言われたことはなかったの。あ、そういろんなね、教えられ方とかありましたけど、うん、あんなに明確に。あと僕の気持ち的にもこの守備をワンランク上げたい、ツーランク上げたいと思ってた時なんで、そのタイミングもすごい良かったですね。 でも本当違います。でもその継続するのがやっぱ難しくて。まあそうだな、毎日やるじゃないですか、キャッチボールって。絶対それを毎日ちゃんと意識高くできる人とやっぱできない人と絶対分かれるんで、プロ野球選手でも持続力、そう、継続力がある人とない人っているんで、やっぱあるんだね。僕は多分それはありますね。しつこいタイプ、自分がいいと思えば、うん、ずっとやれちゃいます。いやー、だからそのバッティングにしたって守備にしたって、やっぱそういう継続する力があるね、やっぱ、うん、まあ、そこはある方かもしれないですね。まあある方かっていうかさ、やっぱそれは何小さい頃から培われたものっていうのがある。どうなんですかね。もしかしたら、まあでもその小学生の時に毎日走るとか、うん、まあでも練習は別に僕好きじゃないんで、その小さい時から。いや、好きでやってるやつは多分いないと思う。まあそうですね、うん、でも野球が自体が好きだし、人に負けることが嫌いだから、なんか努力という言葉じゃなくて、はいはい、なんかこうやってるという、まあうん、まあ、やるのが当たり前にはなってるんで、うん、それはでもそうですね、ちっちゃい時にもしかしたらそういう習慣ができたのかもしれないですけど、うん、でもその継続する力っていうのは簡単に言うけどさ、やっぱ休みたい時もあるじゃない、はい、キャッチボールしたけどその意識がなかったって、はいはい、飛ぶ時もあるじゃない、はい、もうそれはなかったですね。なかった、もう常に、はい、常に絶対やってましたね。だからそのボールを取るとかそんなことよりも、そこがしっかりできてれば、うん、ボール取るっていうことは大丈夫だと思う、うん、僕は右足さえ、その右足のタイミングとかと、それもでもめちゃくちゃ練習するんで、右足のタイミングと踏み込みは、うん、最初僕も全然できなくて、もう右足取れるぐらいゴロ受けて、パンパンになるよな、はい、
それもずっと反復でやって、そうですね、実習終わって帰ってからもずっとやってたんで、うん、なかなか習得するのにもやっぱ時間かかりましたけど、右足大事ですね。じゃあ守備に関しては一人の恩師だね、慎也さんが。に出会ってないと多分やっぱショートが長く続かなかった、こんなにショートできてなかったと思います。もうサードに行くのが早かったというかもしれないですよね、はい、坂本勇人にとってショートのポジションって何なの、聖地なの？あんまそんなのないですね。ないの？あんまりカッコつけないもんな。本当にあんまりない。聖地ですみたいな。本当にそれないですけど、まあ、そのやってる時はやっぱこう他には分からない、ね、そのしんどさも、まあ、周りから言われるじゃないですか、うん、ショートってしんどいよって、その辞めた人たちから。でも他にやったことないから分かんないもんな。そうなんですよ。別にこれが当たり前だからって思ってやってたんで、あんまりだからそのショートに対してこう特別こうなんか他と違うところだよっては思ってないんで。でも数字見たときに、あれ2000も俺ショートで出たのは俺だけかと思うと、うん、やっぱ感じるでしょ。まあ、それはその2000試合で一人も誰も出てないってね、分かったときはそういう難しいところをやってたんだなぐらいですね。あんまりそこに対してこう人と違えだろうとか思わないです。なんかあっけらかんとしてるよね。本当にないですね、そういうのがマジでなさすぎて。まあでもさ、ジャイアンツのショート守り、まあキャプテンやり、まあ4番も打ったことがあり、まあほぼ1番から3番とか打ってるけども、はい、やっぱプレッシャーかかるでしょ、やっぱ。これが当たり前の中でずっとやってるんで、やっぱり FA でね、違うチームが来た選手とか全然違うよっていう人もね、やっぱりいるんで、そこの違いは僕には全然わかんないんで。まあやっぱ育った環境か。多分そうだと思います。なんともそこのなんか、ジャイアンツだからとか全然ないですね。でも負ける怖さっていうのを知ってるのはジャイアンツっていう。いや、そう、勝たなきゃいけないとか、ミスしちゃいけないみたいな、そういうプレッシャーの中では戦ってきてると思いますけど、ね、でもそれも跳ねのけるコツってあるの？練習しかないですね。やっぱり練習は大事にしてるなぁ。してますね。あとも常に考えて野球はやってるつもりではいるんで、うん、それも若い時からそうだったのじゃないと多分ジャイアンツでレギュラー取れないじゃないですかね。かっこいい、ね。まあ、それジャイアンツでって言っちゃってるのかちょっとあれですけど、でもまあ、いやいや、そうだと思うよ。まあジャイアンツのみならず、うん、まあ、レギュラー張ってる人っていうのは考えてるかな、ある程度な。これからの目標って何なの？いや、わかんないです。決めてください。決めていい？いや、決めていいんだったら俺決めるよ。ゆうたかさん、決めてください。いや、俺はやっぱ3000本を見たい、ハヤトの。そうですね。いろんな人がいて、やっぱ現代の野球人がやっぱ超えて黙らせてほしいというか。はい、いや、レベルがめちゃくちゃ上がってるから、昔の野球と今の野球とでは。だから俺も昔の人間かもわからないけども、やっぱ時代をこう変えていかないとダメだと思うんだよ。その一番手に投手でいるのは、まあメジャー行ってるけどダルビッシュだと思うし、日本球界で言えば坂本勇人だと思うんだよね。やっぱね、時代をね、こう変えていって、やっぱ今の野球、今のレベルを認める人がたくさん出てこないと良くなっていかないと思うんだよ。ちょっと偉そうに言ってる人いるでしょ。いや昔の野球はこうだったとかさ、今、まあの子は甘っちょろいよみたいな言うけども、はい、全然レベルが違うから。だって僕が入った時と今で全然違いますからね。全然違うでしょ。それは明らかに違いますね、うん、スピードガンが良くなってるからとかって言いますけど、うん、いや明らかに球が違いますからね。明らかに違う、はいはい、そらね、佐々木朗希なんか打てないと思うもん。見てて言えつないですからね。いや、でもそれをコンタクトしていくわけじゃん。まあまあ、そうですね。で、いきなりじゃあ佐々木朗希が昔の時代に戻って投げてきたら誰も当たらないよ、多分。そうでしょ、はい、いや、だからやっぱ時代を変えるためにも、やっぱ野球界が発展していくためにも、やっぱ今の野球を本当に認めるような先輩たちがたくさん出てきてしないとダメだと思う。この先がやっぱ苦しくなってくると思う、はい。いや、だから俺は3000本打ってほしいし、で、黙らず、いや、黙らず、いや、ちょっと黙らず、いや、ちょっと待って、3000本って張本さんのこと言ってるわけじゃないよ、はい、で、全然、はい、いや、だけど数字的にも、もうぐっと抑えるだけの圧力がある数字を残してほしいなと。なるほどですね。3000本ったら誰も文句言えないですもん。文句言わない。それとこのあっけらかんとしたさ、キャラが、いやーもう今厳しいですよ、大丈夫ですよ、大丈夫って言ってくれたら大丈夫になっちゃうの。そんな細かいこと言わなくたって。いや、だからそういう意味ではなんかすごくそういうことをものすごく期待してるし、なんていうのかな、数字だとか
成績だとかお金だとか、まあ、いろいろついてきてるけども、本当に純粋に野球をやってて勝ち負けに対して厳しいし、でも自分が打てなくても相手が味方が打ってくれて勝ったらものすごく屈託なく喜んでるし、だからそういうのが大好きなんだよねいやあのさ自分が打てなくて勝ったらなんかいい意味って言うのはいるじゃない、はい、なんか新之助の引退試合かな、ホームラン打った、打ちました、はい、後ろで万歳してるのはあなただよね、ジャンプして、そうですかね多分、はい、その写真も多分頭あると思うんだけど、はい、ああいうことができるっていうのはもう相当な実績のある選手だからね、はい、あれが純粋にこうできるっていうのは素晴らしいと思うの俺は。ありがとうございます。いやそういうふうに見てるわけ。でいろんな選手、まあ、石川とかも大好きで、ね、ヤクルトの、ね、好きで見てるんだけど、本当に野球を純粋にやってる人っていうのはどれだけいるんだろうとか、うん、見てると、うん、そういう感じでも見るんですね。見る。でどのぐらいやっぱりチームに対して献身的なのか真摯に向き合ってんのかっていうことも見る。で僕めっちゃダルソーに野球やってるじゃないですか。ダルソーにはやるね、若い時からやれてますからね。ダルソーにはやる、ダルソーにはやるけど、そこにはやっぱりちゃんと頭の中で考えてることがあるからそうなってると思う。例えば打席に入ってやっぱり一球一球こう考えるとやっぱ動作は鈍くなるよね、うん、動作こう早くして考えてないよね、はいはい、誰も、まあ、そうですね、だからまあそれはそうなんだろうなと思う。だから3000本どう目標としたら。でもやっぱ名球会の人たちもめっちゃ言ってくるもらえるんで、お前3000本打てよっていうふうに言ってたらいいなぐらいでは思ってますけど。いやまあまあそうだよね、はい、そんなよく書いたってね、はい、あれだけどもやっぱ打てるだけの、はい、なんか年数もまだ残ってると思うし、だからもう名球会を超えた何かの会を作ってほしい一人でまあ張本さんとでもいいよいやいやなんか名球会はもう2000本でしょ、はい、3000本とはまた特別じゃない。いやだけど歴史をさ振り返るとさ、いろんな最年少の記録だとか、はい、巨人の中では長嶋さん松井秀喜に続く3人目とかさ、もうそうそうたるメンバーの中に名前がこう組み込まれていってんだよね、一つ一つの記録が。確かにそうでしょ、はい、それはやっぱ誇りに思うでしょ。いや別にって、まあ、別にとは思ってないですけど、猛打賞の記録とかもすごいよな。野村さんとかなんかこう抜いたよね。抜いたんですよね。いや、チョンさんがお前とこれ写真撮っといた方がいいよとか言ってなんかテレビに出るじゃないですか、うん、記録のこんなありえないよって言ってありえない。だからいや、ありえないっていうか、僕はあんまりなんかそのあんまりないんですけど、周りの人はやっぱそうやって言ってくれるんで、ああってその時はやっぱり、まあ、誇らしくは思いますけど。でもこういう無欲な人がやっぱそういう記録を残していくのかな。野球をどう考えてる、どう考えてるというか、自分の中の野球っていうのはどこに向かってんの。そういうのも考えたことないです、ね、そうだよね、多分そうだと思う。本当にもう、まあ、野球やってるのが当たり前でまだ入れてるんで、引退しか心配です。野球やっときゃいいやじゃないんで。いや、それは教えるから。あ、本当ですか。なんていうの、子供の頃から始めてた野球、はいはい、負けたくない、うん、遠くへ飛ばしたい、うん、しっかり守りたいみたいな、そういう野球がずっとつながって今の坂本勇人になってる。それも絶対ありますけど、まあやっぱりあれですね、そのプロ野球選手になって若い時から試合で出して、それこそ、ね、まあ、山田哲人とかそういう選手とかが僕高校生の時めっちゃ好きでしたとか、うん、まあ、言われたりするわけじゃないですか。そういう時にやっぱこう、あ、かっこいい存在では常にありたいなって思う。だから練習頑張れたりもする部分もやっぱありますよね。なんかあの人終わっちゃったなって、ね、そういう時は絶対来るじゃないですか。でそれはやっぱ1年でも長く頑張りたい。見た、見たとか、いや、ね、絶対みんなこうやって落ちるんで。まあもう落ちるよね。それにね、去年だったりはホームラン5本しか打ててないじゃんとか、怪我もいっぱいして、あ、そろそろかなって、ね、絶対思われてるのも分かってたんで、うん、そういうのをこう跳ね返したいとか、その常にこう、あ、やっぱすごいなあの人って思われたいっていうのはめちゃくちゃあります。そこの欲はありますね、数字っていうよりか。だかっこいい男でいたい。いや、かっこいい男でいたいとかじゃないです。野球の、その野球に対しては認められてたいんで、うん、まあ、どっかね、そういう
終わったなと思われる瞬間が来るのは分かってますけど、で結構その20中盤ぐらいから結構そういう気持ちは強いかもしれないですね。まあそれがやっぱり一つのモチベーションだね。モチベーションですね。それが一番多分プライドでありっていう、うん、だからもう絶対太らないという。確かに引退してプクってなりたくないですね。すいません